ですか？こんにちは。こんにちは。警察ですか？その男は？あ、私はただ単になんか防犯のために撮影しただけです。どうぞよろしく。はい。何の防犯？なんか大騒ぎなんじゃないかな。また前みたいに、はい、あの浮気のところでビデオを撮って、またワーバーならんようにトラブル防止にお願いしますね。お願いします。すみません、失礼。え、どこ行きますか？今日入って、中に参加します。いえ、あの、向こうで凱旋がある、またそれとなんか友達守る団っていうなんか人が、あの、こっちで来るので、両方をなんかみんな公平に撮影したいなと思いました。ああ、もうあの、午後ね、集会なんか今からやるみたいだけど、催し物やるみたいだけど、はい、まあ、そういうことでね、ネットで出てるけど、はい、またそういうふうに、ずっとやると、みんな煽るような形になるんだけど、そんな、なんかあの、それだったらその向こう側とか、こっち中間あたりで、されたらどうですか？わかりました。あの正面はやっぱり信号機あるから、はい、か向こう側からこう映すとか、はい、この辺から映すから十分撮れますよ。正面あたり参加者。あ、わかりました。下がりますので、よろしくお願いいたします。カメラ持ってると敏感になるから、カメラ持ってると映されてるということで敏感になるからね。はい、わかりました。皆さん、この前なんですけど、どこの人？あ、同じ大阪のものです。いや、こういう、なんか活動してるの？あ、いえ、あの、こういう…南とかああいうところで見るけど、はい、見かけるけど。はい。あの、ああいう行動する捕食界隈の活動と、ね、その会なんかあの行動する保守って言って、はい、街頭会とか新規委員会とかの純粋なんとかっていうくらいの活動も映したいし、カウンターも映したいし、それなんかどっか出すの？ YouTube にアップしてます。 YouTube アップしてます。日本になんか判断の違いをして事業化を提供したいという気持ちやってみます。僕はそういう自分の活動やった個人だった個人です個人で、はい、ちょっと騒動を良くする効果もあるし、あとなんか逆に騒動を煽るような行為になる。そういう行為で来てるけど、ね、やっぱアップされると、ね、撮影されると、普段の平成よりもちょっとこう、ね、気持ちが高くって、はい、わーっと見えるような感じですね。第三者的に見たら。これをすることで、あの差別発言を抑えられるという効果もありますので。効果ってあるんですか？どういう風に測ってるんですか？
やっぱりあのこういうあの昔に比べてやっぱりあのそういう差別発言、差別のプラカードが少なくなってもないかっていうふうにいろいろと今まで検証しております。あ、みんなまだグループがあるわけ。いや、グループじゃなくてネット上でみんなでいろいろ情報交換しております。え、どういうネットの？いや、もうツイッター上でこういうあのこういう差別発言のああいう問題が今大騒ぎになっておりまして、でやっぱりあの在庁会わかりました。あの周りであんまり報道する保守たちもね、ちょっとまあ連続逮捕されて。あ、それに関しては僕らも何とも言えない。僕らはしてるから、ね、はい、ですのであの、まあ、道はみ出したとかね、その当時で即逮捕とかはちょっとかわいそうなのでやめていただきたいなとか思います。いや、そんなことをしません。それ違法行為をするんであれば、はい、僕で警察が判断するから、はい、今やるとかやらないとかということができる。わかりました。ですのであのそういうふうにみんなでできるだけ逮捕者を出さないように穏便にします。そういうふうに言から、お宅も協力してもらったんです。します、どうぞ。はい、どうぞお願いします。あの、在庁会も逮捕しないであげたいし、あと、友達守る団のああいう人たちのことも逮捕しないであげてほしいんですね、本当に。お願いします。はい、お願いします。その人らの何かのね。ああ、そうですか。僕らわからない。ああ、そうですか。あの、場所がここっていうふうにあらかじめ指定するじゃないですか。それは違うんですか。僕らそこには見てないから。ああ、そうなんですか。はい、まあ、だいたいここら辺ですよね、なんか見た感じでは。なんか、天皇橋の東側とかなんか、そんなふうに言ってます。そうですね。はい、わかりました。すいません。京都でやるんで、どんだけの人数が来るのかちょっと分かんないけど、あの、大体、あいつらは今ここら辺でしょうかね。あ、後で始まる。あ、そうですか。うわ、来た来た来た。なるほど。事前にご挨拶に行ってきますわ。あの、撮影させていただきますって。また何か言われたらまた。また言われると思いますけどね。うん、誰がいる。黒い半身にかぶった人の人が簡単にしたいのに、彼がガブの生主になる。え、生主が、ガブの生主。ああ、なんか失礼だったり。あの、あれのリーダーの数はどれですか。分かるときですか。どうですか。もう残りの3辺りを取ると思うんだけど、うん、まだ分かんない。分かんない。分かんない。あれは？あれじゃない、わかんない。うん。僕らの方でやっていて、僕らの方でやっていて。もうスーツもいますね。そうか。スーツの機材と、あそこ並ぶ時の4人を食べてるんですけど、はい、ジャンパー着てるんですかね。はい。僕に似てるちょっとロマンス、綺麗がかった、はい、あの、チョッキ
取るのを聞いたんで、やはり一人だけじゃないそうなんだ、看板のところで今ガルがしゃがんで機材の準備を始めた。はい。多分そのはずですね。他のメンバーはまだ見えません。はい。
ちょっと後ろの方下がりますよ。なんでここじゃダメなの。おかしなことまた言う。できるだけ下がってほしいんですよ。いや、なんでですら。こんだけの人集まってますよ。おかしいじゃない。こんだけ人ないよ。おかしくないよ。それはそっちの理屈でしょ。トラブルのような方、そんな認められへんねえ、ませんよ。どんなトラブルがあるんですか。ここで黙ってプラカーを開けるだけで何か揉めてるでしょ。実は揉めてない、うん、揉めてるでしょ。ちょっと分からへんの。分からへんの。なんかやめてください。なんでまた見えへんとこで、あのこちらの横断歩道から走るんですけど、ただそれはちょっと見からね、あちらの外線の方にね、今から撮影しますよっていうなんかご挨拶に行きまして、それから戻ってまいりますので、ちょっとよろしくお願いいたします。一緒に来ていただけますか。え、一緒に。え、外線の方にね、今からあのこあちら撮影しますけど、どうぞよろしくお願いいたします。ご挨拶に行きますので、行かないでください。ここからちょっとすいません、申し訳ない。一緒に行けません。一緒に行けないんですね。あの前にね、挨拶します。ドキドキと一角になりますので、なので、外線の最中に言ったら申し訳ないので、ちょっと今から行って、すぐ止めてもらってますので、すいません。聞かないでください。いや、でも前になんか、挨拶に来るべきだと言われたから、挨拶に来てもらって。聞かないようにしてください。ここから、はい。僕は僕の動画でやったんですよ。で、あの前に話すと、挨拶に来てくれると言われたので、でもそっち行ってもらいます。すいません、こっち追ってもらっても困ります。申し訳ない。ダメ、向こう行ってもダメ。いや、あの挨拶に行かないと、やっぱり挨拶行けない。あなた代表者ですか。いや、違う、全然別です。そしたら、あの代表者の方と一緒に行動してください。いや、全然別々、代表の方と一緒に、ね、全然別々じゃない。いや、別じゃない。別の部分に入れたら、申し訳ないです。警察官の指示に従ってもらえますか。申し訳ないです。一緒になるから、一緒に行動して、同じように行動して。挨拶なんか言っても気にならないね。だからちょっと今はダメ。トラブルが予想されるから警察官がもうあのダメですということで、ね、停止してますので。はい、いや、でもあの前あのこいつおったらね。もう僕らちょっとそれも聞けないから、すいませんが、もう行こうとしても行かせませんので、ね、なんか行けない、ダメです。あ、事前に挨拶に来るべきだって言われたんですよ、前の。もうあのいいと思いますよ。あのいや、そんなあの、ま、後でなんかなんで挨拶に来なかったのとか前に言われたんです。挨拶行く、挨拶行く、行ったらダメな、ダメ。いや、前になんか言っとったらね。だからそれはあなた方あの個人で一人行くんじゃなくて、ね、とりあえずそちらで一緒におってもらいます。こっちであの前になんかあのダメだったらね、聞いてください、私のこともね。あのここでトラブル予想するとダメなんですよね。申し訳ないね。あのね、あの前にね、あの撮影したらね、事前に挨拶に来るべきだって言われたので、だから今から挨拶に行こうと思ったら、行かないでくれって言われてるんです。まあ、ちょっと来たら来たら来たらないですか。はい、もうね、だって前になんかすごい、なんで挨拶に来ないんだとか言われてたんですよ。従業員アウの問題なんですけども、こういう時ね、そもそもですね、なんか日本が何か仕方ないことだよね。教育調査とか教育調査とかですね、補正犯罪やっていろいろ言ってるんですけども、じゃあね、あのその代替犯っていう問題、ベトナムで韓国軍何やったんですかって話があるんですけど、このことについては何も言わない。
かないんですか、こっちの歯医者証拠何分あるんですけどね。で、あのこっちはおばあちゃんが言ってることだけなんですよね。この VR の音声っていうのは必要がないんですよね。先に必要がってほしいんですけど、何やったらないでね。これなんか表現ね、ちょっと一般的にないとダメなんじゃないですか。で言うたびになんか形がコロ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 変わってたら、それ表現って言ったら当てにならないでしょ。そういうことをね、ちょっとなんか言いたいんで、それでちょっと集まったんですけども、よかったらなんか、あの、私が喋ってもしゃあないんで、喋りたい方、どんどん喋ってください。愛国教授会行動対象を務めております、石川と申します。どうしなかなかだ続いてください。以上です。
あの出てきたか、出てきたかと言ったら、お金でしょうかね、お金しかない、日本からお金を取るためにしか考えていない、本当こじき民族です。あのそれで70億のあの女性基金、イヤホンにも払ったはずですけどね、もっと欲しいんですか、お金が。おい、嘘つき、いい加減にください。かかるな、かかるな。そしてね、あなたたちのイヤホンで応援するやつはね、資料を出しなさいよ。資料、資料もないのに何がイヤホンですか。私の体が覚えている、とんでもない、そんなそれしかないじゃないですか。私が証拠だ。はぁ、なんですかそれ、アホと違う。お、本当に人間のパスは買収婦です。自分やるなんかありません。あの人の95のおじいちゃん、あの戦争に行ってたおじいちゃんに聞きました。十分ヤフって知ってるか。はぁ、十分看護婦やったら知ってるけど、そんな知らんわって言ってましたよ。勝手に言葉を作るな。戦時買収婦でしょうが、戦時買収婦何言ってるの。あんた調子に乗ったら、まあ、調子するな。突撃一番って言ってろ。この本で、あの戦後日本人が朝鮮人に強姦されてひどい目に遭っています。これ言うんだったら、本当ベトナムはどうしたんですか。ベトナム虐殺、殺レイプをしてるんですよ、ベトナムでは。ベトナム人の人、分かっているのは何言えるんですか。分かっているでしょうよ。国内にソーラーも
防犯カーの予定がある人物を入れて、バイキラッシュということは、こちらの方に書いております。ゲームでのお前のプレゼント、いや、なんだよね、これ、ほんとに。ね、今、橋本市長がいろいろ言っていますけどよ、そもそも十分やんうって人なんですよ。吉田誠司が1983年に初めて言ったんですよ。吉田誠司は反日左翼の売国の知事が伝説のね、伝説で300人の朝鮮人の でもそんなことはないです。伝説の人が朝鮮人口なんかないって言っているんですよ。もしね、あったんだったら発射からはずだと、お前ら、私は韓国人もダメですと、そっちにそう、あの、村人がいてるにもかかわらずね、出てまいりよ、ジャッジが、最後には、戦争には行ったことがないということが判明してよ、戦争には行ったことないと、ジャッジですよ、じゃないですか、あれは恐れてた、少年連合、お金持ちだと思いますので、はっきり言ってるんですよ。上で金額で最初にヤングと違う、まあ、金額でこの人ね、何かというと最初は親に40円で金銭で売ってたら8金売っていたのに売っていたんですよ。後からどんどん商品が変わって分かったから早帰れ、日本軍に強制連行されたと言ってましたよ。で、最後には金額中は最後には言ったじゃないですか、親に本当は親に40円で金銭で売られたと、それを熱弁して書いたのが朝日新聞なんですよ。朝日新聞の上村隆っていう記者です。その上村隆の義理のお母さんが韓国のヤンスリム太平洋政治を東出の国連絡会、十分やる問題、日本政府に対して賠償を求めようとしている団体の、韓国の団体の代表的な存在です。その、不適な存在である、ジャン・クレムっていう人が、韓国で詐欺のように逮捕されているんですよ。これ、どういうことですか？詐欺はやれへん。ヤングやってみなかったも構わないと。その時代を知ったって、日本政府から誰でも薬問題で賠償金を取れると、そんなこと言って韓国の警察当局に逮捕されてるじゃないですか、ヤン・ドリムは。これどういうことなんですかね。あいつらのヤングのリム・ボットンですか、その皆さんの代表が詐欺の意図にして逮捕されてるじゃないですか。これ政治ですか、ほんとら。お前それ日本人対する差別だろ。こら言うな、絶対に言うな。だからここまでな、俺らの問題だ。俺は絶対に言うとない。お前のじいさんって戦争行ってへんやろ、分かんやろ。お前のじいさん戦争に行ってへんやろ。めちゃめちゃ恥ずかしいわ、お前が。お前じゃねえ、妨害されることないんだよ、お前。
ごめん。何でかごめん。ボートもね。何でかごめん。何でかごめん。何でかごめん。あいつらの言ってることが正しいんだって言われたら、教えてくれ。我々外国会、桜井元会長と、ちゃんと教えたるからこっちおいで。Come on!
ますよ。バッテリー入れてください。電池切れてるんじゃないですか。声枯れてますか。声が全然通ってませんよ。声出すしまった。お前田舎へ帰るの欲したら大阪におんなや。田舎帰れお前。大阪に来るな。天満に来るな。天満に酒島から出ていけ。天満橋から出ていけ。天満橋から出ていけ。天満橋から出ていけ。お父さんお母さん大阪から出ていけ。大阪から出ていけ。お前のところ東方がさらった焼き被害者。やかましい。お父さんお母さんに聞かせてくれそれ。お前の親の顔が見たいわ。これだけです。早く帰れ。大阪から出ていけ。帰れ家。大阪から出ていけや。一貫三国一貫。帰れ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 。大阪から出ていけ。お大阪から出ていけ。家帰れ。お前らが帰れ。はよビール飲まして。安くの意味やることちゃうぞ。昼飯食べてません。家帰れ。僕昼ご飯食べてないんです。家帰れ。早く帰りたいです。家帰れ。早く入院でうどん引き換えたいです。家帰れ。帰れ。出てみて。家帰れ。日の丸かかげんだボケ。2万しか食べてません。さっきアクエリアス飲みました。エネルギーチャージって書いてました。24時間最大料金1900円。30分300円。1900円払って帰れ。はい、歩射分離式ですよ。歩射分離式ですよ。一方通行。前通りますよ。一方通行は通りますよ。一方通行しかいないんですよ。出場できません。喋ってることも全部一方通行。不動とか不正とかで専用しされるやつなんていないんですよ。頭大丈夫か。一緒に来るな。レーシスト帰れ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 。ここに集まってるのはね、アジスラムのね、ホームなんですよ。道を見つけて。ホームなんですよ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 。お前のその服はどこで買ったんや。教えて。その朝鮮半島に落ちた関係者の準備する針を誰も聞いてんぞ。ラジオか。指さすな。指失礼なことをやめてください。指ささないでください。ついさんで、はい、おまわりさんないおまわりさんない
たち日本人ですよ。日本がこいつを日本人に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 日本勉強しろー。
ロッと分かるんですよね。これ最近出てる連中っていうのがいわゆるね、スタジオイベント変わってる連中なんですよ。もっともっと怪しいじゃないですか、こんなの普通考えてみたら。誰が知られるほどね、おかしな問題ですよ。このレシスト変えれー、差別をやめろー、差別をやめろー、レシスト変えれー、差別をやめろー、レシスト変えれー、死にそう、帰れ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 話し合いをしましょう。こっち来てください。はい、こっちおいで。怖くないからこっちおいで。はい、こっちおいで。はい、通してください。はい、自転車通りますよ。はい、自転車通りますよ。自転車通りますよ。自転車、あなた方ね、今から強制通りに行って、強制通りの前で日本人を帰ると、それ言ってくださいよ。お前の本当に今回本当の話でしょ。帰れ。そしてあなた方も韓国領事館前に行って、我々朝鮮人日本人を帰ると、ね、ちっちゃいのたくさん、ちっちゃいのたくさんあって、わーって言うんだよ。返せ返せ、あなたから言うからね。まあ、その、そういうことの話しますけどね。お前の親父にすごい。あ、はいはい、私ね、今ブルーに、ブルーリボンつけております。これ、私ね、ブルーリボン、ブルーリボンつけたブルーリボン、これね、何されたで、君たちの国、君たちの国、国、北朝鮮が日本人を大勢さらっていって、さらわれた同胞を一日も早く取り返しましょうっていうことですね。違うぞ、両親、ブルーリボン家帰れ。同胞がね、さらわれたら取り返したい。私の親ですよね。ええ来月か、ね、20万人が強制連行されていたんですよ。戦争が終わった時に、あれです。土日にやることが差別ってどういうことですか。自分の嫁さん、どこに行ったんだ。戦争が終わったら帰ってこないと。陸自屋探ししたんですか。家帰れ。はい、ちゃんか。陸自屋探ししましたか。戦争が終わって陸自屋探ししましたか。20万人現れた不女子少女の役を連れて行かれた自分たちの同胞、戦争が終わった後にで現れた同胞、すごい。あ、天気止まりましたよ。ゴールは止まりましたよ。あなた方どうしますか。ゴールが可愛いらしい、可愛いらしい、可愛いらしい、何が可愛いらしい、
ちょっと元気ないですよ。もっと元気出せよ。元気ないのお前。元気出せもっと。落ち込んでるぞお前。はい、誰かもいますよ。20万人の愛する家族が連れられて、今日のテストを立てて、戦争が終わった後、川東が出しましたか、イエスかノーかどうですか、川東が出しましたか、川東が出しましたか、自分の家から連れ去った妹を返せ、150万返せ、嫁さんどこに行ったんだ、で自分の妹を返せ、お姉さん返せ、親に返せ、親を任せなよ、親を任せなよ。あなた方の方からただの一行すら、ね、強制連行で連れて行かれた同胞君たちなんですか。20万人の愛する家族がさらわれていて自分で賠償金払え。つまり昔から発行して返せ。
だから言うなんてね。
許せない。黙らって商売したあと、アメリカの裁判所が異例の勧告出しました。韓国人買収犯に気をつけろ。韓国人買収はお金もらって勝負しろとしたあともレイプされたっていう訴えがらしいです。そしてそれが社会問題になっているらしいですよ。これと同じじゃないですか。日本人にお金もらって商売してたくせに。そしてそっち11歳で買収婦やったとか言ってなんとか言うおばあさん言ってますけど、ありえません。嘘つき朝鮮人は日本から出てけ。もうちょっと考えたらどうですか。Thank you.
ゃお前ら表面してやるよ。おい早帰れ、おい早帰れ、さっさと帰る、終了じゃ時間が、終わり終わり、何でもええけど帰れ以外の日本語喋られへんのあったら黙って帰れ、黙って帰れ、こら行動で選挙を出すな、行動で。行動は、行動で選挙を出すな。公然を外しちゃうぞ。公然を。
キビキビ帰れ、キビキビ。さっさと帰ろう。通りますよ、通路開けてください。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。こんな後じゃ甘いな。もうちょっとだけ。お疲れ様です。熱いとこ入れるの。あれ、お配信とかに。え、ご苦労様でした。お願いします。橋本大阪市長の発言が、あの元慰安婦らを非常に傷つけたと。これは元慰安婦問題というのは人権問題です。彼は女性差別をし、女性の人権を踏みにじっているわけです。これは国連においてもヘイトだと認定されております。そういった意味であの在特会などはヘイトを行うために元慰安婦集会の嫌がらせにやってきてくれ、やってきてるわけです。それに対してこうする抗議を行うという声を上げた、あの我々の呼びかけに集まってきていただいた皆さんに感謝と、今後もレイシズムに対する反対をやって行っていくということを、確認したいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。アラマさんから、言いたいことを全て言っていただきました。今後も皆さんが個人のそれぞれの意思でこういうレイシズムだとか排外主義に対して抗議の意思を示して路上に現れてくれることを期待しています。よろしくお願いします。ありがとうございました。というわけで本日の抗議活動はこれにて終わります。ありがとうございました。申し訳ございません。はい、皆さん3355資料だけで200円で売っておられるということなんで申し訳ありません。大事なお時間いただきました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。明日も地区の社会主義とかで彼らデモをするので抗議したい人は行ってください。よろしくお願いします。結構いっぱい見てる。あ、まあ大きいと思ってるけどな。お前ちょっといくだけ僕は言ってるけど、まあめでたいこと。お茶、お茶、お茶ですか？普通で大丈夫ですよ。普通で。そうそう。マスクだけしてじゃ大丈夫ですよ。開けますね。ごめんなさい。